はい、こんにちは。640KB プラスハイメモリーめぐみでございます。近頃のね、話題としまして、SSD の値段の下落が急激に来ていると、1MB あたりの価格がものすごく下がってきて、ハードディスク買う理由がないんじゃないかみたいなことになってきてます。それについて喋りたいと思います。まず SSD が値段下がってきて、さらに大容量化してきていると。これはもう当然ハードディスクとの住み分け、もしくは完全に、取って代わるものとしてなるんじゃないかなと思います。 SSD がね、その出てきて使われだしたのは10年前ぐらいだと思うんだけど、最初はね、30ギガだったな、それですげえ30万とかしたんかな、20万だったな、すげえ高くて、友人が一人買って積んで、すげーってみんなで見て笑ったんだけど、要は OS だけ入れてね、システムだけ入れて、OS っていうかシステムだけ入れて高速化させるっていうところですごいねっていう感じで、ただ高すぎて普及してなかった。で、それがまあ下がってきてるっていうことで、まあ Apple 製品なんかもハードディスク積んでないですからね。まあ iMac は Fusion ドライブとか言って、システムは SSD、データはハードディスクみたいな風にうまくかぶせてたりはするんだけど、まあそれも今後なくなって、コンシューマー向けは結構 SSD になるんじゃないのっていうところですね。全部だって上位互換だからね。言ってみれば記録メディアの歴史って、やっぱり私も一番最初に触ったのが5インチフロッピーディスクで、5インチフロッピーディスクから 3.5 インチフロッピーディスクが出ちゃってどうしようっつって、外付けの 3.5 インチフロッピードライブっていうのを買ったんですよ。で、外付けで 3.5 インチが使えるようになって、そっから、ルナティックドーンっていうね、アトラスじゃない、アートディンクの、ゲームが出て、それがハードディスク専用で、それがやりたくてハードディスク買って、その間にもね、ZIP とか MO とかいろんな記録媒体っていうのはありました。で、その時代から考えると、まず変わったことが一個だけあって、その時代何を追いかけていたかっていうと、大容量化なんですよ。いかに大きいデータを格納するかっていうところが目標であり、アクセス速度っていうのは二の次だったわけ。まあ二の次です。完全に容量をでかくしなきゃダメでしょっていうところで、アクセス速度より、容量を取っていたわけです。だから、その大容量 ZIP、 大容量 MO、 大容量 CDR、 大容量ブルーレイ、大容量 DVD っていう容量を売りにして売ってきたわけで、ハードディスクもどん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 容量がでかくなってきた。そういうまず歴史があるということ で、今 SSD に求められているのは容量ではなく、もうそこがまず第一の、転換ポイントというか、今まで容量を追いかけてきたものがもう300ギガとかあれば、まあ一般の使い方であればそこまで困らないっていうことで、容量を追いかけなくなったんですね。一方で追いかけるのは速度になったわけです。いかに速い読み込み、書き込みっていうこのものを行うかっていうところで速度になったわけです。だから、PCI スロットとかね、ISA だっけとかっていうスロットも進化していったり、SSD っていうものにみんな移行していったわけです。だから今求められているのは速度なんですね。で、考えると、まあ取って代わるのは当然かなと。あとは、パソコンの使用する各々の環境が変わったと。デスクトップが売れなくなって、 iPad みたいなタブレット、これタブレット端末もしくはノートパソコン、仕事で使う人とかもノートパソコンは持ってるけど、デスクトップ持ってない人が多いと。自分の会社なんか見ても分かると思うんですけど、デスクトップパソコンあんまない時代になってます。私が最初就職した時とかはもうデスクトップしかなかったです。ほとんどノートはなかった。みんなデスクトップだったんだけど、その生活というか使い方、ライフスタイルの違いが出てきたことによって、よりハードディスクが、SSD に負けた。要は耐久度の問題。ハードディスクっていうのは、そのディスクのね、ハードディスクどっかないかな、まあいいや。あれは航空力学と同じようなもので、磁気ディスク、フロッピーディスクが入ってると思ってくれていいんだけど、フロッピーディスクみたいなのが入ってて、それを高速回転させて、その上に、読み取り用のヘッドがあって、それが、揚力、ヘリコプターがなぜ飛ぶかっつったら、揚力を得て、揚力によって揚力でバーッと飛び上がる。それと同じで、
回転してる最中は針を揚力によって浮き上がらすと。あれ飛行機と同じような技術使ってるから、ものすごくその揚力で浮き上がってるとこをトンって叩いたらバカって浮くよねっていう、その振動に弱いということで持ち運びに非常に適さない、ましてや、アクセスランプがついてる時に動かすなんてめっそうもないっていうレベルの本当はねアイテムなわけです。だから私もね持ってく時とかね、なんか抱えるようにねハードディスクをね持って歩いていたわけですけど、そう考えるとやっぱりノートパソコンになってきて持ち運び前提になってくると SSD のあれは何が強いかって、当然物理機構がないからですよ。物理で動いているところがないっていうね、もうフラッシュメモリーが積んであってそこで書き込んでるだけで電気は流れてるけど物理的に動いているものがない、だからデフラグがいらないんだよ。ちょっとこれも脱線したことをちょっと話しますけど、ハードディスクはデフラグがいる、SSD はデフラグがいらない、むしろやると寿命が縮まるからやめましょうっていう行為になってます。まあもちろんデフラグ自体はあるんだけど、違うものがあります。でハードディスクはなぜデフラグが必要かっていうと、円盤ありますよね、円盤、まあ何でもいいや、これがハードディスクの中の円盤だとしますよね。そうするとヘッドが読み込んでくるわけです。でヘッドが、CD と同じで中央と奥とこう移動して読むわけですよ。そうなってくるとここにあるデータとここにあるデータが1個のファイルとして断片化されてあったら、ヘッドがこっからこれを読んでこっちに読み込みに行くとヘッドの移動で時間かかるじゃないですか。だから、断片化をまとめてこっちとこことここに散っちゃってるデータをここに1個にまとめましょうっていうことでヘッドを動かさなくてすっていうのはデフラグの構造なんですね。であれはヘッドが動くから、デフラグが必要っていうことで、そういう機械的な構造が全くない SSD にとってデフラグは無用なんですね。それはもうチップの性能です。チップがアドレスの 000F 番から取ってこいとかっていう、そういうチップこことこことここと取ってこいっていう素早さはチップなんで、デフラグしてもチップが性能良くないと意味ないんで、デフラグはもう関係ないという、それがまあ SSD とハードディスクのデフラグがいるいらないのちょっとした知識なんですけど、そこからあって要は機械式だから壊れる、で SSD は機械式じゃないから壊れないっていうことです。今世界が求めているのは、まあ、SSD ということで SSD の値段を下げて、ハードディスクがなくなるっていうのは、まあ、流れ的に当然かなと、ね、カセットテープからフロッピーになってっていうね、そのどんどん大容量化を求めていった結果、今は大容量化はもうこの辺で一旦、まあ、OS がどん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 でかくなっちゃえばあれなんだけど、まあ、写真 4K とかねっていうのもあれなんだけど、それもビビたるものだから、そうなってくるとまあ SSD だけでいいんじゃないっていう世界になってきて、 SSD がまあ値段下がってきてるということで、ハードディスク作ってる会社もすごく減りましたよ。すごく減って、ハードディスクの値段が価格競争だとかユーザーの需要がなければたくさん作れないし値段下げられないわけです。一方で SSD が売れるんであれば SSD 作っちゃえばそっちの値段下がっていくんで、まあもうハードディスクは消されるかなと思っております。ただこういうニュースが昨日入ってた、昨日だったかな、ありました。 Google が、言ってたんですけど、ハードディスクの耐久性だとか信頼性は下げていいと、もう下げていいから容量を上げようぜっていうことを言ってます。ひたすら容量を上げることとコストとかっていうところにフォーカスして、信頼性だとかそういうのはもういらねえんだっていうことを Google は言ってました。要は Google は YouTube だけで、毎秒だったかな、毎秒1テラとか、毎秒1日1ペタバイトとか、もうよくわかんない容量が必要らしいです。 YouTube が世界各国から YouTube が YouTube にアップロードされた動画を蓄積するために、そうなってくると SSD じゃ当然ダメで、まあクラウド上のデータっていうものが爆発的にでかくなってってるから、だってさ、それに追いつくにはもう SSD じゃ無理だから、ハードディスク、ハードディスク現状ね、ハードディスクをやった時にブレード式でハードディスクバン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 刺していくじゃん。そうなった時にね、もう耐久性とかじゃねえんだと、どの道耐久性取っても必ず1箇所2箇所3箇所はバックアップしてるわけですよ。ただここがぶっ壊れたらすぐここ取っ替えてこっちからサルベージしてやっちゃえばいいから耐久性関係ねえんだと、それよりも毎日のデータが増えすぎちゃって早く そっちに対処しろっていうことで、コンシューマー向けでその伸びてきてるのは大容量化ではなく速度重視に
切り替わったんですね。だけどそういう大企業、クラウドをやっている企業ではね、まあ、すごくだからミニマムというか、すごく何隙間産業的なあれかもしれないけど、隙間産業だけど大企業だからこそ需要があって、あのすごい買い取ってくれるから、大企業隙間ではないんだよなだからそこでかいんだけど、そこが求めてるのは速度ではなく容量だと。ということで、もう完全にハードディスク自体は容量で SSD は速度っていうところでもう積み分けができてて、ね、Google なんか、まあ本当かどうか分かんないですけど、世界各国にデータサーバーを置いてバックアップを取っているらしいですよ。例えば日本とヨーロッパとアメリカに置いておけば、日本が何かねあってね、ムー大陸のように1日で消滅しても、大丈夫じゃん。ヨーロッパとアメリカにあれば、じゃあヨーロッパのを持ってきて、今度ねその辺の、今度じゃあ中国に置いてサーバーを置いて、そこをサルベージしてまた3個置いとこうみたいなっていう風なやり方をやっていると。なので1個壊れてもいいから耐久性下げろってこと。だからね、ハードディスクはもう大容量化を求めていって、じゃあユーザー、一般ユーザー、我々のようなあのコンシューマー、個人的に使う人たちはどうなのっていうところで、バックアップ取るのに、まあ私もバックアップはハードディスクに取ってます。だけど YouTube 始めた頃は SSD とハードディスクと両方使ってたんですね。 SSD は、やっぱシステムとかを入れる場所みたいな感じだったんだけど、今はもうデータすら SSD に入れてます、データファイルね。だけどそれをバックアップデータとして外に保存するときに初めてハードディスクに移します。でハードディスクは当然2枚ミラーかかってるんで、1枚死んでもいいんで、確かに耐久度下げてもいいと。私はその1ヶ月とかで壊れるのは問題外だけど、その1年2年で壊れるのはまあ知らないかなと。値段下げてくれて大容量化してくれる方がやっぱコンシューマー的にもそうなのかなっていう感じはしますね。驚くのがさ、自作 PC の時にさ、私最初ハードディスクぶち込んだんだよってさ、もう遅くて遅くて、あ、こんなにハードディスクって遅かったっけっていう、ちょっと衝撃を受けますよね。受ける、もう転送にしか使わないからね。外で動画編集する時とかも SSD の小型の持っていくか、まあ、小型 SSD って遅いんですよ、遅いんですよ。ごめんね、こういうやつね、また SSD。 俺もう全然振動に強いから全然大丈夫なんだけど、軽いしね、すごいんだよこれ。ミンティアと同じやん SSD。 これいくつだったかな、128、256GB、 これだよ。ここに持っていって、で遅いからここから内蔵の SSD に転送して動画をやったりするんだけど、 SSD はもう速度と、ひたすら速度を持ってる。でダメさ、需要があるからね、それっていうところで、まあ、SSD とハードディスクの相関性みたいなところで、まあ、ハードディスクは当面パッと消えるっていうことはないでしょう。あの Google とかそのクラウドが今ヒヒ言ってるんで、クラウドが使う以上コンシューマーには売らないっていうことは当分考えづらい。その企業でしかもう売りませんっていうことは多分当分しないと思うから大丈夫だと思うんだけど、まあ SSD に取って代わる方がいいのかなと。まあ、ノートパソコンしか現状売れてないから、何 SSD の値段が下がったとかハードディスクの値段が下がったって騒いでる人はごく一部だっていうことも事実なんだよ。秋葉のね、秋葉王とか言ってさ、あの1テラ1ギガバイトあたり1メガバイトあたりの価格がどうこうとかチェックしてるのはもう自作ユーザーしかいないんで、それもすごくギーク、もう本当に隙間なんで、まあ、でもなくならないでほしいなとは思いますね、その文化っていうのはね。あ、特にヘビーに使う人はね、容量も使うからね、ハードディスクはハードディスクで、残していってほしいなと思いますが、まあ進化の過程として考えると、今までのパソコンの私が経験してきた歴史を考えると、今までは大容量化を求めてきたんですけど、 SSD が出たあたりからひたすら速度ということになりました。それまでね、メモリでごまかしたりしてたんだよ。だからキャッシュゼロにしてメモリーで全部やれるようにメモリー大容量積もうぜとかっていう風になったんだけど、今メモリーそこいいから SSD 早くしろやみたいな、そういう時代に移ってきてるからね。
メモリむしろ4ギガ以上使ってんのみたいなね、使うのみたいなね、使うんであればそれってすごく特殊な使い方だったりするし、まあ普段であればフラッシュメモリーが超速ければそれもそれだっていうね、まあ難しいね、そのコンピューターのね移り変わりが来たかなと思います。そんなわけで SSD の値段が超下がってるっていうのとハードディスクとどうなのっていうところのちょっとした雑談でした。まあ興味ある方はね楽しんでいただけてると嬉しいけどね、興味ない方にとってはここまでもし見てくれてたらね、こいつ何言ってるか全然わかんないよね、終わっちゃったかもしれませんが、まあ雑談でした。またやります見てくれた方ありがとうございます。またね、バイバーイ。